株価暴落は、池井戸潤の小説。2004年3月30日に、文芸春秋から単行本が刊行された。2007年3月10日には、文春文庫版が出版された。2014年に、ワウワウで、テレビドラマ化された。ある日、白水銀行の坂東博文が担当する大企業、一風堂の店舗で爆破テロが発生。債務超過に転落してから、 経営再建に乗り出した矢先の事件だった。犯人は、かかしと名乗り、一風堂会長と社長の辞任、そして、会社生産を要求する声明文を出し、一風堂の株価は暴落する。メインバンクである、白水銀行では、破産記念の一風堂にこれ以上の追加融資を、反対するバンドと倒産しないように支援を続けるべきという、企画部次長の二戸哲也が激しく対立する。 そんな状況下で、一風堂内部では、財務部長の友部祐作が一風堂創業者で、ワンマン会長の風間構造を解任すべくクーデターを、画策していた。一方、爆破犯人を追う、野縁刑事と田崎刑事は、容疑者と目された犬な危機を追いかけるが、なぜかなかなか捉えることができず、やがて第二、第三の爆破テロが発生する。 そして白水銀行では追加支援を見送るかどうかを決定する役員会が開かれようとしていた。一風堂のメインバンクである大手銀行。白水電機、白水自動車などの同資本系列企業とともに白水グループを構成している。全国に300店舗を展開している巨大スーパー。グループ売上2兆円、参加企業数百社を抱える大企業で、 流通業界の巨像と言われるが、一方で一兆円兆の有利子負債を抱えている上、業績悪化により、実質的に債務超過状態に陥っており、トップ交代を実施し再建計画を策定、メインバンクである白水銀行の支援のもと経営再建に乗り出している。2014年10月19日から11月16日まで、ワウワウの連続ドラマ W、 日曜オリジナルドラマで放送された。主演は、小田裕二。前後は、ワウワウでの池江戸作品のテレビドラマ化は、空飛ぶタイヤ、下町ロケットに続き、本作が3作目となる。ありがとうございます。